このコップはね、アリちゃんにもらいました。誕生日、去年、今年だ。かわいい、スタバのバレンタインのやつか。イエイ。卵スープ、昨日のね、チキンラーメンに使ったネギと卵をそのまま卵スープにした。イエイ、ありがとうございます。ハートレインボースター、花火、カウントよろしくお願いします。いただきます。ちょうどいい。あとトマト1個分のサラダ。最近ね、卵じゃない、トマト丸ごと1個食べるのがね、好きなんですよ。卵スープって本当に美味しいよね。鶏ガラのでしか味付けしてないのに、てか鶏ガラが美味しい。ありがとうございます。花火、たまや、たまや、ココナッツ、ハート、レインボースター、ありがとうございます。黒酢玉ねぎドレッシング、うー、美味しそう。花火が上がってますね。え、待って、めっちゃ起きた。イベント中で一番起きてるかも。あの朝の中で、ああ、ちゃんと今日お腹すいたんですよ。まだ夏は終わらねえですわ。面白い言葉尻、言葉使いが。鶏の天敵、確かに。共食いではないか、私は鳥じゃない。ありがとうございます。花火、レインボースター、え、本当に美味しい。長ネギと卵だけしか入れてないんですけど、
うん。普通に OL として出勤できそうな感じ時間的に。行ってきます。しかもこのワンピースもぽくない。ネギはね白いところです。普通にへんって切って、おはーカウントよろしくお願いします。金魚、バラ、花火、ありがとうございますお、ラブレター、ありがとうございます。ん、卵の黄身が、23時台5分遅らせた方がよくない？え、でも昨日勝手に切れた。結局56分ぐらいに。なので切れるっていうことはね、ちゃんと分かりました。でも最終日は24時までにするかも。最終日というか明日か。明日はさすがに24時までやりますね。最後24時じゃないわ、20時だ19時59分。あ、だから別に8時までやればいいってことですよね。おはようございます。本当に明日最終日か、早くない？花火ありがとうございます。昨日ね56分ぐらいに切れて、だから1分ぐらい余ってたってことなんですよ。よく考えたらそんな余らせた記憶なくて、なので今日も多分56分ぐらいに切れるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ウケる。お茶ぐらい自分で入れてください。言いそう2週ありがとうございます。星会社に葵ちゃんに似てる人がいるから頑張れてます。見たい顔がってこと。ハート星花火ありがとうございます。すごいのれんみたいありがとうございます。朝ごはん何食べるんですか？何食べましたか？めっちゃ口でかく開けます。
いね。みんな人生を歩んでるって感じがして毎日さすがに5時とかに起きてたら1日が2倍ぐらいになった気がするんですよ、時間の進み方が。すごい得をしてる気分です。ハートだるまありがとうございます。ねえ、お得お得三問の得。ねえ、でもこの後眠くなりそう。いや、ならんか。血糖値がそんな上がらない食事な気がする今。花火ありがとうございます。夜早く寝れん。嘘、めっちゃすぐ寝れます私昨日はねすぐ寝れました。お風呂入って髪の毛乾かしてベッドに入ったらすぐ寝てました。ありがとうございます。金魚でもなんか自分を追い込むのって楽しいなって思ってきて、ド M かなって最近思います。私は カウント星投げありがとうございます。では壇上を読みます。サージカルさん、牛尾田さん、かんつきさん、グラファンさん、おしめんななみんさん、こたつ猫さん、サイドケイさん、アクイさん、ダルさん、ウツボさん、コビンひまわりさん、むねかねひろしさん、のんさん、ありがとうございます。その他にもね、星投げカウントギフトなど投げてくださった方ありがとうございます。お仕事頑張ってください。頑張りましょうお疲れ様です。まだ今日は始まったばっかり。そう、実質ね、私は今日と明日がラスボスって思っているので、みんなそれを倒せるように何をラスボスって言ってるのか分かんないですけどね、倒しましょう一緒に。ハートありがとうございます。次は8時20分からです。ハートありがとうございます。ではどれ倒すんそれなんて感じありがとうございます。またあとで。